皆さんこんにちは、葵です。はーい、明けましておめでとうございます。2023年も YouTube 頑張っていきますのでよろしくお願いします。ということで2023年1本目の動画はですね、皆さんに、新企画を発表したいと思います。その名もドゥルルルル、叶えて葵かっこかりこの企画はですね、視聴者様から募集した私に叶えてほしいことを、叶えるという企画になっております。で、まあ、なんでこの企画が生まれたかっていうと、実はですね、去年からずっと話はしていて、で、まあ、このご時世っていうのもあってなかなかねお会いできる機会が少なくなってしまったので、この画面を超えてあのコミュニケーションを取れる時間をもっとあの作っていきたいなということで、この企画が、生まれました。はい。で、まあ、叶えて葵ということなので、あの私に叶えられる範囲の、企画を募集することになっております。なので例えばなんですけど、私とショッピングをしてコーディネートを組んでほしいだったりとか、私にメイクをしてほしいとか、私とランチがしたいとか、ただただ私とおしゃべりがしたいとかでもいいですし、あとはあの子供とかも大好きなので、あの一日子守りをしてくださいとかって、本当なんかあの分かんないんですけど、私に叶えられそうなことであればもう何でも OK です。はい。なので皆さんの中で叶えてほしいことがあれば、ぜひたくさんご応募していただけると嬉しいです。で、この企画なんですけど、一旦トライアルでやらせてください、っていうのもたくさんの方を巻き込むあのお話になるので、継続できるかっていうのはちょっとやりながらの判断になるなっていう風にあのチームの中で話し合いをして決まったので、一旦今回はトライアルで募集させてください。それでもう私は継続してやっていきたいなっていうふうに思っているので、あの継続できそうっていう判断であれば、これからずっと継続で、まあ、不定期にはなってしまうかもしれないんですけれども、たくさんの方が募集してくださると嬉しいなと思います。いきなりやっぱりダメでしたっていうこともあるかもしれないので、そちらはご了承いただけると嬉しいです。はい。で、募集の方法なんですけれども、 YouTube の概要欄の方に Google フォームの、 あの URL を貼っておきますので、注意事項とかが書いてあるので、そちらを必ず一旦読んでいただいてから、ご納得いただけるようであれば、ぜひ叶えてほしいことを、入力してですね、送信していただけると嬉しいです。たくさんご応募お待ちしております。で、あの応募期間なんですけど、1月の4日から2月の4日の1ヶ月間募集したいと思います。一旦そこで締め切りをさせていただくので、まあ、あの企画で叶えてほしいこととかいろいろ考えたい時間もあると思いますので、1ヶ月設けているので、その間でじっくり考えていただければなと思います。どんな企画が来るのか、ワクワクドキドキっていう感じなんですけど、楽しみですね。どんなことを叶えてほしいと思ってくださるのかっていう感じで、私も、今からドキドキしております。で、ちょっと飛び越えすぎているというか、もう叶えられるそれみたいなことはちょっと難しいかもしれないんですけれども、私にできそうなことはあの全力で叶えさせていただきたいなと思っておりますので、あのちょっといけるかいけないかはあの一旦判断してもらいながら、あの思いを込めてあの入力していただけるとあの嬉しいなと思います。なんか新しいので私もちょっとまだ想像ついてないんですけど、やっぱりこう画面だと私なんていうの、文字でしかこうちょっとコミュニケーションが取れないというか、コメントとかを見てるんですけど、やっぱり目と目を見てあのお話ししたいなっていうところがおしゃべり好きの私としてはあるので、今年はねイベントとかもあの企画しているので、あのそういった機会もあるんですけど、そういうところでも以外でも何かこうコミュニケーションを取れたらなと思うので、皆さんに会える日を楽しみにしております。でですね、あの最後にはなるんですけれども、皆さんにこの企画のタイトルを募集したいと思います。今はとりあえず私が思いついた叶えて葵かっこかりっていうあの企画名になっているんですけど、もっといいのがありそうな気がするので、そちらはですね YouTube のコメント欄で、ご応募したいと思います。何かいい案が思いついた方はぜひたくさんコメントしていただけると嬉しいです。何個か候補がある人は全然何個も書いちゃってください。でもなんか、まあ私が叶えるから叶えて葵にしたんですけど、まあ
普通だなっていうところもあるのでなんかあのインパクトがあるようなタイトルとかがあれば嬉しいなと思います。はい、ということで、2023年1本目の動画は、皆さんに新しい企画の発表とそちらを募集するという動画になりました。2023年もですね、私らしい、青いのの、YouTube を、いろいろ出していこうと思いますので引き続きよろしくお願いします。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。